We're back with another video. Well, today's gonna be a reaction video. I think it hit Persona 25. They're showing off, like, the stuff, like, with this score over here. Yeah. It's pretty interesting. I just wanted to do a reaction to it, because I thought it'd be cool to do. So, we're gonna do that. You see Teddy humping Koromaru, okay. Let's start. Avistar Channel presents Persona 25th Anniversary Merchandise. Maybe showing off some of the merch, merchandise here today. I think she's a special guest there. Atlas, So Jack Frost can talk now? So this broadcast is also available with English captions on YouTube. So please check the description for purchase the from overseas. Thank you. Speaking pretty good. Marvelous Entertainment. Okay, so we see some of these pins right here. そう、組み合わせて使っていただけるんで。ってことだよね。その通りです。さすがです。え、めっちゃよくない。ぜひセットで購入いただければと思います。ジェット売りで儲けようとしてんな、アトラスさんよ。え、ちょっと待って。はい。マスクもあるじゃん。そうなんです。あ、っていうかしてる。してんじゃん。そう、今回ちょっともうしっかりつけさせてもらったんですけど。もうつけちゃって。つくんだ。25th anniversary mask。ほら、似合うかな。似合ってる。あ、でもちょっと貸して。どう？あ、めちゃくちゃお似合いです。もう今回のでトータルコーディネートしてもらえる形に。
お世辞とかじゃなくて、これはね、ありどこにでも行けます。ありがとうございます、はい、これはそちらがですね、シリーズポスター風トレーニングアクリルスタンドです。シリーズ の, あの歴代の反則ポスターを使ったものになっております。なるほどね、はい、一応他のシリーズもあります、そこから、ね、あの適当でいいですよ、うちのそっちは適当でいいんで。全11種類になっておりまして、はい、で、うち2種類がまだ2 that they haven't shown yet. One of them is probably going to be a remake like most people say or something and one of them is going to be a new game, right? 痛い、痛い、意外だったもん。見せちゃダメなの？ダメです、あの開けてのお楽しみにさせていただきたいんで。なんで？代わりになんですけど、はい、あの代わりになんですけど、あのこの番組であの初出しの商品を。初出しなら、はい、ペルソナ3ベルベットルームの時計が登場です。時計ベルベットルーム、めちゃくちゃ素敵なんだけど、文字盤が何よりもまず綺麗なのね、すっごく。外側のデザインもさ、色もさることながらめちゃめちゃおしゃれでね、質感がいいですよね。はい、これちゃんとペルソナ3なのでエレベーターモチーフにちゃんとなっておりまして。そうかそうか、そういうね。そうなんですよね、はい、めちゃめちゃいい。端っこまで、そう、端っこまで手抜いてないんだけど。そうなんですよ、やばいね、これね、これちゃんと男性でも女性でもいけるサイズ感の文字盤にしてくれてるので、ね、箱の方部分が白押しになっております。本当だね、はい、こちらの商品なんですけれども、うん、受注生産となっておりますので、はい、予約をしないとご購入いただけません。ご注意ください。アドレスって箱押し好きだよな。受注生産か、予約するか。次のアトラスっ子、どんな社畜が来るのかな、呼んじゃおうかな。どうせ前回出たヒラなんとかってやつだろ。あの子ね、あの子は来ないわ。不祥事起こしてやめたの？やめてはないけど、前回ちょっとね、私に対しても自分が若いアピールしてきたじゃん。プリクラの初代とか全然知らないとか粛清されたんだWhat the fudge? ま、気を取り直して、さあ、新しいアトラスコ出ておいで。おお、この新しい社畜だね。はい、何年目なんですか？さっきのあの渡辺君と同じく4ヶ月で。4ヶ月だ、はい、まだピチピチの社畜です。ピチピチの4ヶ月だ、はい、本当に新しいやつだ。お前誰だ？はい、僕は第二プロダクション所属プランナーの土橋洋平と申します。第二プロダクション？土橋君は何をしてる人？ゲーム の, あの敵と主人公がぶつかり合うバトルの部分を担当するチームに配属されました。おいおい、開発チームの人間まで駆り出されたのかよ。やっぱりアトラスには忖度って言葉はなさそうだね。いいほー、そんな開発チームから今日は来てくれて、何のグッズをおすすめしてくれるの？ペルソナの主人公のキャラクターイラストを使った、素敵なグッズを紹介したいと思います。ドバ君、テンションはそんな感じ？はい緊張してます。開発チームって感じするわ。そうです、テンション上げてこー。イエーイ、おいいねいいね、みんなドバ君をよろしくね。よろしくお願いします。Oh my god, they have the plushies. これまたペルソナの主人公たちが勢ぞろいだね。紹介したいのはこちらのアクリルスタンドとなっております。描かれているやつとは今回のために書き下ろしのものとなっておりまして、はい、身長差もあの原作をしっかりあの再現していて、本当にちょっとずつ違うね、はい、まあ、そこもかなりあのポイントとなっております。このアクリルスタンドをなんとこちらのカバー、これ、はい、カバーも用意させていただきました。なんかあるなと思ってたの、はい、このアクリルスタンドのこのキャラクターをこのカバーの中に収納することによってキーホルダー感覚で持ち歩けるようになるという優れもののカバーとなっております。なんかこれいいんでない？どう？私は好き。身長差もいいね、うん、こちらも新しく書き下ろしなんですけど、トレーディングカード、それを収納するためのトレーディングカードホルダーとなっております。ああ、めちゃめちゃいいね、はい、このカードも種類は全部で8種類ございまして、まあ、1種類だけ残念ながらシークレットということで、ええ、我慢してください、我慢してください。
Damn, show us. ここでもどれもこれも窃盗りか。商売上手になってきたな、アトラスさんよ。そしてシークレット見せちゃダメだぞ。I'm assuming。こちらは今までの主人公の可愛くデフォルメされたぬいぐるみとなっておりまして、ついてるんですね。それキーホルダーになるっていう。だよね。あの先ほど紹介したサポッシュとかにもつけたりとかできますね。ああ、いや本当だよね、はい。そういったカバンとかバッグにもあの取り付けてもらって、でもう一緒に好きなキャラとお出かけみたいなこともできるという。ぬいになってくるとさ、デザインがちょっと変わっちゃったりとかしてくるのに、見てこの可愛さ。ちゃんとこのバランスの取れたお顔と。こちらをデフォルメされてはいるんですけど、あのちゃんとあの副島さんの方がしっかりあの見ていただいて。さすがですね。はい、おっと、あみきお姉さんの仕事しないとね。って言ってるんだけどさ、これは？そちらは来年度2022年度の卓上カレンダーとなっております。かわいいね。書き下ろしイラストが、このように題されておりまして、まあ、めくっていくとどんどん他のシリーズのキャラクターが出てくるという、1年間をそのペルソナの主人公たちと共に歩むことができるという。今までのペルソナシリーズの、発売日がどこだったかっていうのもなんと載っているという。でペルソナ3が3月でね、4月がペルソナ4、6月以降ってどうするのかなっていうところなんだけど、今まで主人公主人公主人公で来てるってことは、はい、ヒロインのターン9月くらいかな。そこら辺にはユキコがこうユキコってしてるんじゃないかな。そんなの需要あるのかよ。フッ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 。あれ、なんかすごいヒーホー君がいなくなっちゃった。本当はどういったんですかね。大丈夫大丈夫、あの雪だるまよりいい子いるから。おーい、カチカチ。あ、おー、ま、Jesus Christ、なんと今日はペルソナ5から可愛い猫ちゃんに来てもらいました。あ、猫じゃねえよって。お掃除完了。ではモルガナも来てくれたことなので、今度はマスコットキャラクターに関するマスコットを紹介していきたいと思います。うわー、ペルソナシリーズのマスコットたちが全部だね。そうなんです。まずご紹介したいのがですね、ホロマルクマモルガナのですね、チャーミングなスライドミラー3種セットです。これミラーなの？はい、そうなんです。どこでもすぐに身だしなみがこれでチェックできちゃって、で可愛いキャラクターも持ち歩けちゃうっていう。こういうのついてるとさ、またさベルトのさここにかけたくなっちゃうんですけど、本当に可愛いな。猫ちゃん可愛い。猫じゃねえよって。その動きが可愛いよ。よかった、ゆきだるまと変えて。続いて紹介するのはこの大カットタオルの3種セットです。これはね、男子がこれ持ってる方がちょっと燃えるんで、ポッケから2人ともさりげなく出して。あーねーねー、ちょっとタオル忘れちゃったんだけど、誰がタオル貸してくんない？なにそれ、ムガネタオル、かわいい。俺のもつかって、かわいい。いいね、これどう。私結構こういうの刺さるんだけど。で他には、こちらのチャームですね、これも3種セットで、どこでもこの可愛いマスコットたちをつけてお出かけできるっていうような容態。王道ね。そうですね、これもさっきほど紹介したサコシとかにくっつけてもらって、ゆらゆらさせて確かに外に行けば。私あのね、チャックのところにつけるの好きなのよ。他にもう一個気になるのがあるんですけど、そうですね、最後におすすめしたいのはこちらのクリップ、はい、3種セットとなっております。このラバーだねになっておりまして、でさ、まずクリップよ、使い道の多さ。手帳に挟んだりとか、あと本のしおりとかもできたりとか。うまくすればなんだけどさ。あ、なんかすごく色のね。わかる。隠れ物ちゃん、可愛くない？どれも本当に好きだわ。やばい、私お姉さんとしての仕事ちょっと若干今放棄しつつあるんだけどね。もうほんとこんな可愛いの出すからいけないんだよ。もう私働きたくなくなってきてるんだから。モルガナも興奮してるね。もうほら見てよ、もうクソ可愛いだろ。はい、なんとか出して。 Oh my god, he lived。 危うくジャックランタンになるところだったぜ。アミッケ、みんな待たせたな。あ、
モルガナがいるから大丈夫だよ。え？今回紹介したグッズが気になる方は特設サイトを覗いてくださいね。タツくん、トバくん、そして猫ちゃん。あ、モルガナだよ。ねえ、かわいい。今日は本当にありがとうね。ありがとうございます。ちなみに二人はペルソナって誰が好き？僕はリセチが一番好き。リセチ。あ、リセチ、うん、かわいいもんね。あ、でもドバ君は？僕はやっぱりあのユキコちゃんの友達のあの里永千恵ちゃんっていう子がすごい好き。あ、千恵ね、うんうん、千恵ね、かわいいもんね。スポーティーな感じでね。わ、うん、かる。わかる。必要だよね、時には。4ヶ月じゃまだ分かんなかったか。はい、この番組はここまで。それじゃあまた会おうね。バイバイ。覚えてろよ。Holy shit. Okay. So let's look back at some of this stuff again. Okay.Over here. They got some really cool stuff here. Like, that is really nice. Okay, so, anyways, I think that's gonna be it for now. That was really cool.